予期せぬ展開でウクライナ軍が大勝利を収め、黒海で進行中の紛争はウクライナ有利に傾いた。最近、特に NATO 加盟国からの国際的な支援が流入したことで、勢力図は大きく変化し、ロシア海軍は不安定な立場に立たされている。長距離兵器と爆発性弾薬の重要な輸送により、ウクライナ軍の能力は強化され、戦場で優位に立つだけでなく、主導権を握ることができるようになった。この事態を受けてプーチンは、ロシアの海軍部隊をバルト海に撤退させる決断を下した。しかし、この戦略転換に課題がなかったわけではない。ロシア兵は弾薬や物資の不足による困難に直面し、一部の司令部では混乱が生じた。プーチンと要人プリゴージンの会話では、こうした状況が続けば戦場での優位性が失われる可能性があるとの懸念が示された。紛争が展開するにつれ、米国と英国からウクライナへの武器の極秘輸送が報じられ、NATO 内部で警鐘が鳴らされた。ロシアの攻撃的な政策がウクライナを超えて拡大する恐れがあり、さらなる不安定化を抑制するために早急な対応が必要だったのだ。米英はパトリオットミサイルや長距離兵器の配備を含む広範な支援を約束した。意外なことに、クロアチアとハンガリーは NATO の集団的な姿勢から逸脱した声明を発表し、ウクライナへの支援の程度について懸念を表明した。クロアチアの予期せぬロシア支援は、すでに入り組んだ地政学的状況にさらなる複雑さを加えた。新たに選出されたウクライナのボラディミール・ゼレンスキー大統領と英国のリシ・スナック首相との間に結ばれた同盟は、英国からの支援の差し迫った重要な出荷を示唆していた。これにはストームシャドウ防空システムの配備も含まれ、この地域のパワーバランスはウクライナにさらに有利にシフトした。戦略的に重要なバフムート地域からワグネルが部隊を撤退させたことを利用し、ウクライナ軍は戦略的前進を遂げ、同地域の支配権を獲得した。この動きは、無人航空機、UAV の配備と相まって、ロシアの弾薬庫や海軍の陣地に関する重要な情報を提供した。大胆な行動として、ワグナー軍はクーデターを起こし、ロストフを掌握し、ロシア海軍を無防備な状態にした。この事態を受けて、ロシア政府は非常事態宣言を出した。ロシア海軍が戦闘態勢に入ろうとすると、ウクライナ軍からの容赦ないミサイルの嵐に見舞われた。クリミア近海の領海に閉じ込められたロシア海軍は、降伏するしかなかった。壊滅的な打撃を受けたウクライナ軍の戦術的正確さと戦略的連携は、かつて優勢だったロシア海軍を無力化するのに役立った。一方、ロシア国内の緊張は限界に達し、ワグネル軍はモスクワ近郊に布陣した。プーチンとプレゴジンの対立は激化し、プーチンは支配を維持するために S-400 をモスクワに配備せざるを得なくなった。プリゴジンは屈服し、クーデターを断念し、ウクライナの司令部からロシア軍を撤退させた。このジェスチャーは、ロシアとの交渉に再び参加する意思を示すものだ。その結果、ロシア国内の混乱は収まったが、プーチンは予想外の困難に直面した。黒海のロシア海軍が攻撃を受け、プーチンがウクライナ軍に高性能ミサイルシステムを採用する計画を阻止したのだ。これを受けてプーチンは、ウクライナ軍の作戦から逃れられるロシア艦船をバルト海に撤退させるよう命じた。しかし、この動きはバルト海諸国の強い反発を招き、自国の国境の安全を脅かすロシア艦船には武力で対応すると宣言した。にもかかわらず、プーチンは黒海で海軍が直面するリスクの大きさを理解し、強行した。クリミアへの影響力を強化する好機と見たウクライナは、このニュースをすぐに地域の反プーチン派に伝えた。クリミアの住民はロシア兵に対して蜂起し、世界的な注目を集めた。ゼレンスキー大統領はロシアに反対する声明を発表し、クリミアの繊細さを強調し、プーチン政権からクリミアを解放するというウクライナの決意を表明した。意外な展開として、ウクライナ軍はクリミア奪還作戦を開始し、歴史的な一歩を踏み出した。クレムリン宮殿では赤色警報が発令され、プーチンはクリミア市民に軍隊への参加を呼びかけ、地域の安全対策を強化しようとした。この作戦は紛争の流れを大きく変えた。米国や西側諸国の支援で強化されたウクライナ軍は、ロシア軍に対して大きなアドバンテージを得た。かつては迅速な侵攻が予想されていたものが、
今では18ヶ月目に突入し、25万人以上のロシア兵がウクライナ領内で命を落としている。ワグナー軍がウクライナ領内から撤退したことで、ロシア軍はさらに弱体化し、占領した地域を守るのに苦労することになった。ウクライナのゼレンスキー将軍はこれを好機と捉え、クリミアの国境に軍を展開し始めた。クリミアとロシアを結ぶ重要な陸路であるキルヒ橋の爆破は、プーチンの苦境に拍車をかけた。ウクライナ軍のこの戦略的な動きは、ウクライナのロシア軍への武器弾薬の流れを混乱させる。ウクライナ軍の進撃が成功したことで、クリミアの占領は脅威にさらされている。かつてロシアの支配下にあったケルソン地方の占領は、ウクライナ軍の驚異的な回復力を示している。ロシアとウクライナの紛争が激化する中、クリミアは重要な転換点の中心に立っている。ロシアの指導者ウラジーミル・プーチンは、この地域での戦力減少という現実に直面し、軍民双方に衝撃を与える決定を下した。セルゲイ・ショイグ国防相やバレリー・ゲラシモフ参謀総長ら高官のみが出席したクレムリン宮殿での極めて重要な緊急会議で、運命的な決定が下された。クリミアの市民が軍隊に動員されることになったのだ。この発表はクリミアで大規模な暴動を引き起こし、市民は街頭でこの決定に抗議した。彼らの不満は長年の同化政策によって煽られ、地元住民とロシア政府との関係はすでに緊張状態にあった。緊張が高まる中、プーチンの対応は危機をさらに深めた。プーチンの強硬姿勢は交渉の余地をほとんど与えず、クリミアからロシア市民が大量に脱出する事態を招いた。重要な出口であるキルヒ橋は封鎖され、差し迫った徴兵から逃れるための代替ルートを探すために奔走することになった。一方、ウクライナ軍はロシア軍に打撃を与える好機をつかみ、シンフェロポリにある重要な弾薬庫を狙うことに成功した。この爆発はロシアの軍事力に大きな打撃を与えただけでなく、内部の混乱を悪化させた。その余波で、ロシア軍兵士のプーチンに対する信頼は急速に失墜した。クリミアでの潜在的な危険という厳しい現実に直面した多くの兵士は、誤った戦争に参加したくないと考え、持ち場を離れることを選んだ。この階級内の反乱は、紛争におけるロシアの立場をさらに弱めた。これに対し、バレリー・ゲラシモフは国民を安心させようと、この騒乱をいやウクライナの反乱分子によるものだとした。彼は、追加部隊や防空システムの配備など、クリミアにおける安全対策の強化を強調した。しかし、彼の訴えは耳に届かず、兵士と市民の幻滅は拡大し続けた。こうした波乱の中で、プーチンの公表されていない健康問題が、すでに不安定な状況に新たな不透明感を加えている。プーチンの病状をめぐる秘密主義と、国の指導者への潜在的な影響により、クレムリンは危機感を募らせている。紛争が続けば続くほど、ロシアの損失は軍事力と国内の安定性の両面で増大する。アナリストたちは、戦争が長期化すれば、ロシアはウクライナ領土からの撤退を余儀なくされ、ロシア経済に悲惨な結果をもたらす可能性があると警告している。地政学的な争いと指導者の危機が重なり、ロシアは未知の領域に突入した。世界は固唾を飲んで見守っている。この地域の未来は天秤にかかっており、プーチンがこの重要な時期にどのような一歩を踏み出すかは、間違いなくロシアとその国民の歴史の流れを形作るだろう。現在のロシア情勢は、地政学的緊張、国内の混乱、指導者の弱体化などが複雑に絡み合っている。これにより、現在進行中のウクライナ危機におけるウクライナの立場はさらに強まっている。これらの課題の核心は、プーチン大統領の健康状態の悪化である。このため、現役の指導者としての体裁を保つためにスタントダブルを使うなど、一連の前例のない措置が取られている。プーチンの格闘技の腕前はよく知られており、彼のイメージの重要な一部となってきた。しかし、年齢が進み、パーキンソン病をはじめとする健康上の懸念があることから、彼の身体能力が疑問視されるようになった。そのため、病状を隠すためにスタントダブルを起用するなどの手段を取るようになった。こうした替え玉は、強靭な指導者としてのイメージを演出する隠れ蓑の役割を果たすが、プーチンの健康問題の深刻さを際立たせるものでもある。プーチンの健康を取り巻く不確実性は、
クレムリン内に不安感を生み出している。プーチンに近い人々はもしプーチンが退陣した場合の潜在的な影響を警戒している。戦争犯罪や汚職の疑いで裁判にかけられる恐れが大きく、官僚たちはプーチンの続投を確実にするための戦略を練ることが急務となっている。こうした中、ウクライナは相対的に強い立場にある。ロシア指導部の不手際と優柔不断が軍事的効果を弱めている。ウクライナにおけるロシア軍の最近の挫折は戦略的先見性の欠如と情報機関の弱体化を浮き彫りにしている。ロシア兵が自ら仕掛けた罠にはまったウクライナでの予想外の展開はロシア軍の情報システムの崩壊を反映している。この戦略的誤算はウクライナの決意を強め、その軍隊の回復力を見せつけた。ウクライナの弾薬供給ルートを寸断しようとするロシアの努力は激しい抵抗にさらされた。ウクライナの諜報機関はこの作戦を予測し反撃の準備を整えていた。この予想外の展開はロシアの計画を混乱させただけでなく、ロシア軍が直面するロジスティクスと戦術上の課題を浮き彫りにした。プーチンの健康不安が続く中、ロシアの将来を取り巻く不確実性は深まっている。民衆の不満はますますやる気をなくす軍部と相まって同国の指導部に大きな課題を突きつけている。ウクライナ危機はロシアの軍事情報インフラにおける体系的な弱点を露呈した。